先月、桜宮高校バスケット部の男子生徒が自ら命を絶たれました。改めてご冥福をお祈りいたしますともに、ご遺族に対しまして心からお悔やみを申し上げます。今回の件、今事実関係調査をしていますけれども、報道で見る限りは最悪の事態だというふうに思っております。ある種このような指導方法というものが、限度を超えたですね、指導方法というものが常態化していたと。生徒にアンケートを取ってもですね、皆生徒はそういうことを見ていたとか知っていたという状況でありながら、学校現場がもしそれを知らないということであれば、もうこれは最悪の学校としか言いようがありません。正直僕はクラブ活動の中でですね、そのビンタをするということはあり得るものだというふうに僕は思っておりますが、今の世の中それが許されないということであれば、それはやっちゃいけないんでしょうけども、ただそういうことを超えてですね、自殺に追い込んでしまったというのは、これはもう本当にやってはならない過ちといいますか、教育現場においてやってはならない過ちであって、そういう試合の途中でビンタを行って、今の大阪市の教育委員会は当然このビンタなんていうものは許していない中でですね、そういうことも把握しきれていない、こういう状況で、教育行政、責任を持った教育行政を行っていると言えるのかということに大変大きな疑問を持っております。子どもたちが全国大会を目指すっていうのは、それは素晴らしいことだし、頑張ってもらいたいし、保護者も子どもたちをそういう学校に入れて全国大会を目指す、それもいいでしょう。で、厳しい先生で、能力の指導力のある先生に来てもらう、全然いいと思うんだけれど、しかしこういう事態が起きてしまうほどね、やっぱ歯止めがかからなかった、その状態っていうのはやっぱりちょっと怖い状況ですね。自殺者が出てしまった、体罰が原因で自殺者が出てしまった、それはちょっと全体の雰囲気に改めるべきところがあると思いますよ。だから外からの人っていうものにしっかり、学校現場っていうのはやっぱりその多様な価値観というか、そういうものがこう合わさるような形で、外からの人、これは学校協議会でもそうですし、校長の公募制もそうだけれども、そういうのが本当に必要なんだなということは、重要なんだなということは改めて感じましたけどもね。もう閉ざされた空間の中で、校長も教員も生徒もみんなそれはそんなもんなんだっていうふうに思ってしまってたっていうところが、すごいある種怖さっていうものを感じますけどもね。いや、30発40発殴られてたっていうことが、もし常態化してたって言ったら、もうこれはもうとんでもないですよ。先ほどその遺族対応の話も出ましたけども、市長ご自身として、例えばそのご遺族の方に会われたり、あるいはその、手紙を代表としてあるとか、そういったことっていうのはされてもいいということは、お会いします。ただちょっとそのスケジュールとかそういうことは先方さんのこともありますので、僕からはちょっと言えませんけれども、きちんとお会いをします。それからご遺族の方のご了承も得て、最後の遺書もですね、これも拝見させてもらいます、拝読させてもらいます。今回気づいてあげられなくて申し訳ないという言い方をですね、学校校長とかされてるんですね。でそれはもしちゃんと認識しててそういうことを言うっていうのは、私は正直許せない、裏切りであると。ちょっと僕の表現がね、拙なかったんですが、今回の件についてはありうるってことではないです。ずっと今回の件じゃなくて、その全国大会を目指すそういう体育系のクラブにおいてね、一般的に厳しい指導はありうるだろうという、そういう意味で今回の件を知ってたということなんて大問題ですが、それはないです。今回のことについてそれはないです。ということではないですか。はい、一般的に要は体育会系の全国大会を目指すようなレベルでは、そういう厳しい指導もありうるだろうということを肌感覚で、大体やっぱり教育指導主事であればみんな大体それを全くないとは言い切れないという、そういうことです。今回についてはどういうふうに、それはそこは認識はないというふうに僕は報告を受けています。はい。